東方シネマズスカラザ、東方シネマズスカラザ、東方シネマズスカラザ、東方シネマズスカラザは、日比谷、東京都千代田区の東京宝塚ビル内にあった、東方シネマズ株式会社が経営、運営する映画館。現在の東方シネマズ、日比谷スクリーン十二の前身劇場である、東方シネマズ三ゆ座は、現在の東方シネマズ、日比谷スクリーン十三にあたる。 かつては東方が所有していた、詳しくは後日。東方シネマズ日比谷への集約後の詳細については、東方シネマズ、日比谷スクリーン12を参照のこと。1940年4月16日、東京宝塚劇場を要する宝塚会館4階に開業した、東方4階劇場、東方4階劇場がその前身。戦後、宝塚劇場は、 アーニーパイルシアターとなり、日本人は観客としての出入りが禁止された。接種解除から半年を経た1955年7月14日、その東方4階劇場を発展させる形で、日比谷スカラザがオープン。名称は有名なイタリアミラノの歌劇場である、スカラザに由来する、1197席を誇る大劇場として、 数々のヒット作や大作を上映したものの、1998年1月18日に、建て直しのため一旦閉鎖。閉鎖期間中は向かいに隣接していた日比谷映画、現、シアタークリエが、チェーンマスターの代替機能を受け負っていた。2000年12月に、新築された東京宝塚劇場ビルの地下1階に、再オープンした。2000年12月16日に、 再オープンした時は、スカラ座1.2の二貫体制で構成されていた。劇場内の椅子の色は1が青で、2が赤である。しかし、2005年3月31日に、三ゆ座が閉館したため、同年4月1日に、スカラ座2が、三ゆ座の名称を継承する形で解消し、それに伴いスカラ座1が、スカラ座となった。2006年10月1日、東方株式会社は、 映画工業部門を東方シネマズ株式会社へ吸収分割させた。このため本施設の運営は東方シネマズが引き続くことになった。その後2009年2月3日から東方シネマズスカラザの名称に変更され、東方シネマズ名のシネコン同様にインターネットチケット販売、ビット、ポイントカード、シネマイレージカードが入りされた。 スカラ座、みゆき座に降りていく階段の屋根周囲は電光掲示板になっている。東方の直営だった時代は電光掲示板が利用され、公開中の映画を案内していたが、東方シネマズに経営権が譲渡されて以降は使用されておらず、東方シネマズに経営譲渡されて以降に来場するようになった観覧車でこれが電光掲示板であることを知っているものは少ない。 現在はその痕跡のみが残されている状態である。2018年3月に開業する東京ミッドタウン、日比谷内に東方シネマズ日比谷が開業するのに合わせて、三行座と共に改修し、東方シネマズ日比谷に合併、一体運営されることになった。スカラ座は東方シネマズ、日比谷スクリーン12、三行座は東方シネマズ、日比谷スクリーン13に、 それぞれ解消され、1955年7月から約63年続いたスカラ座の名称が消滅した。映画ファンの中には建物が別であることや60年以上も名乗ってきた伝統あるスカラ座、みゆキ座の名称がなくなることか、東方シネマズ日比谷への集約に反対意見を示すものも多くいた。本施設は東方の洋画系で最大のチェーンマスターであったため、 常に、洋画の大作、話題作が封切られていた。稀に、スタジオジブリ作品など、大ヒットが予想されている方画も多く封切りしていた。陶劇場は、ジブリ映画とのつながりが強く、日谷スから座として、リニューアルをオープンして、以降、千と千尋の神隠し、ハウルの動く城、崖の上のポニョ、カニ暮らしのアリエッティ、コリコ坂から、風立ちぬ、思い出のマーニーが陶劇場を、 メイン劇場として封切られ、その都度あたり劇場で舞台挨拶が行われてきた。東方の本拠である東京宝塚劇場の敷地内に同居している劇場であるため、東方系映画館の筆頭劇場に挙げられ、上述したジブリ映画のみならず、他の作品でも舞台挨拶イベントが多く行われること知られる。また、東方系の映画の上映館に当劇場が含まれる場合、 各映画の公式サイトにおける東京都の上映館一覧には当劇場が必ずトップでクレジットされていた。なお、この上映館一覧でのトップクレジットは東方シネマズ日比谷に集約された現在も継承されており、現在は東方シネマズ日比谷の名称でのトップクレジット表示となっている。2018年3月29日に東方シネマズスカラザが 東方シネマズ、日比谷スクリーン12、東方シネマズ美雪座が、東方シネマズ、日比谷スクリーン13に解消され、劇場名としての、スカラ座、美雪座は消滅した。ただし、東方シネマズの公式見解としては、スカラ座、美雪座ともに、閉館扱いはしていないため、東方シネマズ日比谷が、後継劇場という扱いである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。